政府は新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しをめぐり本格的な検討に着手した。厚生労働省は2023年春をめどに季節性インフルエンザなどと同じ5類に移す方向で検討している。医療費の公費負担は段階的に縮小する方向で調整する。海外は先行してコロナを危機時の対応から通常医療に変えている。日本も早期に結論を出す方向だ。厚労省では11月末以降助言組織アドバイザリーボードでコロナのリスク評価、医療体制の在り方などを議論してきた。加藤勝信厚労省は28日の会合で今後より具体的な議論を進めていきたいと述べた。同日は専門家の有志が見解案を出しそれをもとに議論した。原案では法的な位置づけや対策は段階的に移行していくことが求められると指摘。分類を見直す場合には医療現場などに大きな影響が出ないよう一定の対応が必要との見方を示した。行政が入院調整する根拠もなくなり広域調整が難しくなることがあるとも言及した。感染症は法令で危険度に応じて1類から5類に分類されている。コロナは現在2類以上に相当する新型インフルエンザ等感染症の位置づけだ。感染抑制のため入院の勧告や行動制限、営業自粛といった要請を国などが出せる。見解案では行動制限は事実上行われておらず感染対策という点からの影響は軽微との認識を示した。分類を見直せば医療は通常体制に移行する。5類の感染症は一般に地域の診療所や病院で広く患者を見る。コロナの場合は発熱外来や指定の入院医療機関が対応し診療報酬加算などの財政支援を受けてきた。移行により外来や病床の逼迫を解消できる可能性がある。政府内では最終的には通常医療への移行を目指しつつ医療機関への財政支援を続ける案がある。専門家有志の見解案も必要な措置として医療機関の診療体制を確保し逼迫時の調整機能を維持するための財政措置を挙げた。見直せば生活も変わる。感染者や濃厚接触者に求めてきた外出自粛の要請はなくなる。現在は感染者には7日間などの自宅待機を課しているが、インフルと同じように個人や職場などの判断で必要な日数を休む対応に変わる。見直しを進める上で課題となるのは医療費の公費負担の扱いだ。コロナの治療薬は高価で、軽症者でも自己負担額が数万円を超える恐れがある。公費負担は継続する案があるが5類に位置づければコロナだけ特別の手当を続ける正当性が問われる。他の感染症やがん、希少疾患など治療が高額になる疾患は多くある。政府内では自己負担を求める意見も根強い。今は予防接種法上の特例臨時接種として無料で受けられるワクチンの扱いも焦点になる。オミクロン型対応のワクチン接種率は足元で 35% 程度にとどまる。有料になればさらにペースが下がる懸念がある。厚労省は無料での接種を当面続ける方向で検討している。海外ではすでに緩和が進んでいる。英国は2月にコロナ規制を撤廃しインフルエンザなどと同じ扱いにし3月に水際規制も解除した。米国も規制を段階的に緩和し8月に濃厚接触者の隔離基準をなくした。シンガポールでは
ワクチン未接種者のコロナ医療の公費負担を廃止した。感染を徹底的に抑え込むゼロコロナ政策を取ってきた中国も、23年1月8日から入国者の PCR 検査や強制隔離を取りやめ、感染症としての管理を一段階引き下げた。日本の厳しさが目立っている。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。動画は毎日更新しております。皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。本日が皆様にとって、より良い一日であればと、心より願っております。チャンネル登録を、よろしくお願いいたします。